こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 縛りプレイ、おまけ会です。今回のおまけ会はこちら。J ドラム、倒してみた。そんなやってみた的なノリで言うことじゃないんですけどね。ということで、本編同様、いろいろなキャラを縛ってるプレイで、J ドラムを倒してみたいと思います。ついでに本編の方も、ご覧になってってください。ということで宣伝をしたところで、改めて縛りを確認するぜ。今回はあくまでおまけ編なので、本編とは異なる縛り内容でプレイしています。ご了承お願いします。ということで本編1は目から縛り項目を拝借してきたぜ。基本的にはこの縛りだけど、今回は一部の縛りをなくすぞ。ということで、縛り対象ユニットから、ボスボロットのみ除きます。また、今回はソフトリセットを縛らずプレイさせてもらいます。そんな感じでやらせてもらうぜ。ということで、改めて現在の使用可能キャラクターを確認するぞ。機動戦士ガンダム00083スターダストメモリーから、コーラットチャップキース。機動戦士ガンダム00080ポケットの中の戦争から、クリスティーナ・マッケンジーとバーナード・ワイズマン。機動戦士ゼータ・ガンダムから、エマシーン。機動戦士ガンダム F91 から、ビルギット・ピリオ。機動戦士ガンダム逆襲のシャアから、ブライト・ノア。重戦機エルガイムから、ダバマイロード、リリス・ファウ、ガウハレシー、ファンネリアーム、ミラウーケオ。聖戦士ダンバインから、エレハンム、ジャムファウ、シーララパーナ。そして魔装騎士サイバスターから、マサキ&オー。本編ではこの回から使用禁止になったので、これが最後の見せ場だ。そして今回特別枠、マジンガー Z より、ボス。ボスを使うということは、何をするのか分かっていますね。以上のメンバーで、J ドラムを倒しに行こうと思います。それではどうぞ。まずは下準備だ。必要なことはただ一つ、爆弾の威力を上げるために、HP をフル改造します。爆弾いっちゃった。そしてもう一つの爆弾要員を、2連爆破可能キャラに乗せ替えます。ついでに脅迫要員のビルギットさんも乗り換えだ。そしてさらに威力を上げるために、爆弾の強化パーツスロットに、ハイブリッドアーマーをこれでもかと装備します。もう誰も名前を呼んでくれない。これで7700の爆弾が完成です。あとは狙われないように、メタスにチョバムアーマーを装備して、装甲を上げておきます。最後に攻撃をゼイドラムに当てるため、ゼータガンダムの運動性をファテマで盛りましょう。これで下準備は完了だ。戦艦はいつも通りエレ様。ボスボロットを忘れずに出撃だ。ロフは性格が超強気なので、敵が1倒されるごとに気力が2ずつ上がってしまう。なので、開幕ビルギットで挑発を使い、こちら側におびき寄せるぞ。そして気合を使えるキャラ、激励を使えるキャラを総動員して、気力を上げます。まあ気合が使えるのまさきだけ。それも熱血を使うことを考えると1回しか使えないんだけどな。激励が使えるのも妖精2人だけだ。気力ゲーであるスパロボ F で、複数人よりスーパーロボットがいかにボスキラーとして優秀かわかるな。現在の気力はまさきが130、残りは全員100だ。ということで、J ドラムを倒すために、ここから気力を上げていきます。上げ方はすごく簡単。被弾しましょう。被弾することで気力を1上げることができます。これにより、1機の敵を倒さずして、気力を上げることが可能です。
幸い的にはグラシドリュさんがいるので、ダブルバルカンを撃ってもらえば被弾することができるでしょう。めちゃくちゃな上げ方ですね。そして上にいるガロイカとグラシドリュさんのところに、高3のゼータガンダムを突撃させます。減った体力は精神コマンドや地形効果、メタスの修理で回復させましょう。サイバスターよりメタスの方が装甲が高いので、敵はサイバスターを狙ってくれます。グライアさんの攻撃は当たる気がしないので、ただ時間が長くなるだけですね。普段は避けないことが問題になる降参だが、こんな時は避けないことが利点になる。本当にこれは利点なんだろうか。ということで、これをゼイドラムがこっちに来るまで続けます。気が遠くなる作業ですね。ヒーローさんが邪魔しに来ました。ちょっと、ガロイカさんを落とすのはやめてくれ。戦闘レベル、ターゲット確認。排除開始。いかん、やられる。危ねえ。よく耐えた、ガロイカさん。おどめ。その程度の力でお前は何をするつもりだ。ヒーローさんはヒーロー軍なので倒してもロフの気力は増えません。なのでちゃっちゃと倒してしまいましょう。そこか。まだ戦える。ターゲットよし、かわした。何もかも終わりだ。完了。これで邪魔な奴の処理が完了です。ゼイドラムがだいぶ近づいてますね。降参が囲まれてしまったので、本来の迎撃位置を変更して上でゼイドラムを待ち構えましょう。さあ、ゼイドラムを誘い出しました。敵を囲むと挑発の効果がなくなるみたいなので気をつけましょう。まずは爆弾たちをセットします。挑発をかけてはいるけど、囲んだから多分ビルギットを狙ってきてくれないと思うので、友情を使って全員回復させておきます。地球人の力試させてもらおう。ゴラオンのオーラバリアならば、この程度の攻撃は。気力が100なので、威力はそこまで出てませんね。オーラバリアでも防げるレベルだったな。さてそれではゼイドラムの討伐を行いたいと思います。現在ゼイドラムの気力は100、コウが124の、マサキは141だ。まずはボスの脱力でロフの気力を下げます。そしてそのまま爆発します。修理比重の爆弾。続いてバーニーで2連爆破します。バーニーは2度死ぬ。ということで自爆だけでゼイドラムの体力を半分ほど削りました。自爆ってすげえや。そしてマサキでコスモノバを叩き込みます。今回はソフトリセットを行うプレイなので、熱血クリティカルが出るまで行います。マサキとロフの技量は同数値だったので、コスモノバのクリティカル率の分だけ発生するはずだ。こいつでとどめだ、コスモノバ。
出ませんでした。やり直しです。このままだ。すごい威力ですね。クリティカルが出るのと出ないのとでは威力の差がだいぶありますね。思った以上にクリティカルでなかったけど20って嘘だろ。さあ残り体力は4200。ゼータガンダムの攻撃でどの程度減らせるのでしょうか。3割あれば攻撃は当たるって偉い人が言ってた。それ言ったのあなたですね。当たれ。甘いな。どこ。もう。ここまでやると。戦いに情けは無用。生きてましたね。生きてたね。いや、これどうしよう。気力上げてたのこの二人だけだし、そもそも最低でもゼータぐらいの火力はないとダメなんて通らないし。とりあえず試しにダバで攻撃してみよう。ごめん。おお。あ、無理だこれ。これは勝てる気がしない。やはり、無理なんだろうか。こんな惜しいところで諦めるなんて、嫌だ。ということで、作戦変更だ。コウは精神コマンド、覚醒を持っており、痛快行動をすることができるので、それを叩き込むぞ。なお、精神ポイントの都合上、熱血覚醒を使うとひらめきが使えないので、ゼイドラムの攻撃を耐える必要がある。なので今回は、ゼータガンダムの装甲と HP を上げてきました。ダメージ計算をしたところ、4000ちょいのダメージで抑えられるはず。ちなみに今回の気力はマサキが145、コウが125だ。マサキがさっきよりも4ほど高いぞ。とりあえずまずは爆弾たちで体力を削るぞ。そして先ほど同様、コスモノバを熱血クリティカルで狙っていく。さっきより運動性を下げて被弾しやすくした関係で、命中率が下がってるな。でとどめだ、コスモノバ。クリティカルは出なかったが、さっきより威力がだいぶ上がってるな。気力4の差ってすげえ。貴様らに恨みはないが。覚悟。当たるかよ。これはいけそうな気がします。よし、あとはコウがゼイドラムの攻撃を耐えて2回当てれば倒せるはずだ。今こそ残念主人公と罵られる現状を変えるんだ。コウラキ。甘いな。バカだ。なぜか。倒せました。覚醒使って生き返るとは、何だったのか。
結局勝敗を分けたのはマサキの気力が4上がったことだったみたいです。気力って本当に大事ですね。ということで、自爆要因とソフトリセットを使えば、このメンツでもゼイドラムは倒せるみたいです。やっぱ、サイバスターってすげえや。ぜひ、皆さんはこんな意味わからないプレイはせずに、素直にコンバトラーとかダンクーガとかゲッターを使って倒してくださいね。気合と激励さえあれば、案外簡単に倒せるので。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ぜひ本編の方もよろしくお願いします。